豊かな自然と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。九州沖縄には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。 Amazon 日本ストアを通して九州沖縄の素晴らしい商品を応援させていただけることを大変嬉しく思います。 Amazon 日本ストアには地域に根差した生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがヒント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てているアマゾン日本ストア。ヒントでは月に1回そんなアマゾン日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは温泉の町雲仙市小浜町で生まれた長崎の銘菓です。表面に刻まれているのは十字架。ポルトガル語で十字架を意味するクルスはサクッと軽いせんべい生地で生姜風味のホワイトチョコレートをサンドした長崎でおよそ60年愛される銘菓です。クルスを製造しているのは熱量日本一を誇る有名温泉街雲仙市小浜町にある小浜食料株式会社。こんにちは。社長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。もう店内入った瞬間甘い香りがして、はい、いろんなお菓子ありますけども、はい、やっぱりこちら、はい、クルスのバリエーションが豊富ですね。はい、こちらは全部、はい、クルス揃ってます。小浜食料の前身は雲仙の登山口で営んでいた豊田商店。お店で手焼きしていた湯せんべいが人気でした。昭和39年、この湯せんべいの製法を参考にキリシタンの地、長崎の銘菓を作ろうと考案されたのがクルスでした。ずっと40年以上はホワイトチョコレートだけでずっと来ていて、新たなアイテムをっていうのはなかなかこう考えていかなかったっていうのはあるんですけど、ちょうど大河ドラマで龍馬伝っていうのがあって、で長崎が舞台になっていたので、これをちょっとなんか応援したいかなっていうところがあって、それをするときに初めて新たな味をコーヒークルスを作ることになりました。コーヒークルスの製造現場にお邪魔しました。吉田さん、もう甘くて香ばしいいい香りがしてるんですけど、こちらがあのコーヒークルスの焼成生地です。もう生地を作って今クリームも入れてるんですか？はい、オリジナルの生地とクリームの中にですね、今手元に持ってるんですけども、龍馬が愛したコーヒーというのがあるんですけども、これでドリップして、はい、生地の中にも練り込んで焼いてます。他のコーヒーよりも色がちょっと黒いですね。本当にこう幕末当時の焙煎方法っていうのを忠実に再現をして作っていただいたコーヒーを使ってます。じゃあ、あの美味しいクルスのコーヒー味は龍馬が愛した味だったんですね。そうです、そうです。コーヒークルスはオリジナルの生地をベースに水の代わりにドリップしたコーヒーを贅沢に使用します。プレス機に生地を流し4分30秒かけて回転しながら両面をさっくり焼き上げていきます。クリームをサンドしても湿気ず軽い食感をキープするために何度も試作を重ねました。クリームはホワイトチョコレート、スイートチョコレート、コーヒーのフレーバーを独自の配分で合わせ風味よく仕上げます。生地の食感が損なわれないよう硬さも計算されています。上からせんべいの生地を乗せてふわっとサンド。40年の時を経て
古巣に初めてできた新しい味でした。食べてみます？今できたてこれ、はい、まあ、じゃあ今日はまだ完全にチョコレートは固まってないんですけども。いや本当ですね、はい、いただきます。パリッパリで深みのある香ばしいコーヒーの香りが鼻に抜けるんですよ。クリームがあとこの程よい甘みがね、もう生地と最高ですね。ありがとうございます。誕生から40年以上守ってきたプレーン味のクルス、新しい味への挑戦には葛藤もありましたが、龍馬が愛したコーヒーに出会ったことで思いは変わりました。もう本当にですね、香りと、まあ、独特な苦味と、あとチョコレートにマッチした甘みとかっていうのがすごくこうこちらが求めてる、味になったかなと。本当にもうコーヒー味のクルスを作るのにはもうこれしかないといった。これですね、その2年後新たに加わったのがいちご味の幸せクルス。やっぱり幸せですね、この味は。幸せがきますかね。この味もなんですけど、はい、香りも、そうですね、もう今この辺りがいっぱい甘酸っぱい気持ちに包まれてて、はい、この食感が本当に、はい、もうなんか歴史の音を感じるような。 ありがとうございます、はい、いちごも、まあ、主に雲仙市のいちご、さちのかいちごですね、を使わせていただいてますね、はいはい、色合いも黒とこのピンクの可愛らしくって、そうですね、はいはい、もうこの甘酸っぱいイチゴと、うん、あとふくよかな香りのコーヒー、はい、そうですね、はい、これはもう合いますよね、はい、ありがとうございます、はい、先代とか先々代が築き上げてきたクルスなので、やはりこうもっと盛り上げていくのが一番だと思うんですけど、せっかくなので、まあ、長崎のいろんな食材をこう一緒にコラボレーションさせていただければ、またさらに長崎のこう PR にもなるかなと思うので、もっとですね皆さんに手に取っていただけるように、はい、頑張っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではスタジオに試食をご用意しました、はい、まず豊崎さんにはコーヒークルスいかがでしょうか。このコーヒークルス、はい、出た時から、うん、わクルスが黒いってびっくりしましたよね。で今もう食べる前からコーヒーのいい香りなんですよ。なんですよ、今日ご紹介したような製作秘話が詰まってます。ちょっとこの苦い、うん、でも、うん、チョコレートの甘さと、はい、バッチリ美味しい。そう、そのほろ苦さっていうのがインスタントコーヒーでは出せずに、うん、試行錯誤の上龍馬が愛したコーヒー、本物のコーヒーを使ったことでこの味にたどり着くね、配合も工夫されてるんですよね。はい、ではもう幸せそうな、ね、表情でした。幸せクルスをどうぞ。いいネーミング、いただきます、はい、あいい音、パリッとした食感とね、いちごの甘み、甘じょっぱさ、ね、笑みがこぼれます。これは幸せ感が伝わってきました、うんうん、ね、本当に金沢社長も長崎の味といえばクルスと言って言われるように、まあ、伝統も守りながら進化もしていきたいとおっしゃっていました。さあ今回ご紹介しました小浜食料の長崎メーカークルスの詰め合わせは Amazon 日本ストアから購入することができます。ピンと地元応援団のホームページからもアクセスすることができますよ。Amazon 日本ストアでは他にも九州沖縄の一品を紹介しています。ぜひチェックしてみてください。以上ピント地元応援団のコーナーでした。